えー、こんばんは、吉田さん。もうすぐね、21時から、今日は、あの、サラリーマンなら株をしろというテーマでね、えー、ズーム対談があります。サラリーマンで YouTuber をされていて、そして、そっ軸の熟成であり、株で副収入を作っていらっしゃる、週刊中年ジャンプのね、ストーンさんが出てくださるわけなんですけども、私はね、株をトレードとしてはやっていないんで、今回はですね、私にない力を発揮していただけるということで、非常に、 頼もしいなと思っておりますえそしてですね吉谷さんの車いいですねなんか吉谷さんもいろんな方を見ておられると思いますけども同時に私も吉谷さんをはじめとしていろんな生活や収入や人生の変化を見させてもらってますその中でねあのかえって悪くなっちゃったって方はあんまりいないんですよねうん相当まあ無軌道なことをしていない限りは ネットビジネスでマイナスになっちゃった方っていうのはね出てこないんですよ、うん、まあせいぜいなってもマイナスになっても30万とか50万とかレベルで何百万っていうマイナスになる方いないですねなぜならネットビジネスって基本的に無料でできるからなんですよねで無料でできるのにあれやこれやノウハウコレクターよろしくお金を払っちゃうと損はしちゃいますし回収するのがものすごく遅くなるんで 私はせいぜいね、ネットビジネスでお金をかけれるのは50万円までじゃないかなと思いますよね。で、50万円お金をかけて、もしそれでも成果が出ないとしたら、お金以上にね、自分の行動力に費やした方がいいかなと思います。お金を費やすよりもね。まあ、にしても、あの、良くなる方はいて、悪くてもあまり変化がないっていう方で、で、マイナスになる方ってのは本当に珍しいですよ。それはもう、珍しい。 うん、まあですんでねあのー、やっぱりやるやるるしかないと思うんですね吉田さんが R34 のローンを払いながら毎日こうやって動画を更新していつの間にかね R34 のローンがなくなった借金がなくなったその返済の部分を今度はね消費に回していけるというね。 だからコンスタントに毎月15万円の借金を払っていた人がその借金がなくなったらコンスタントに今度ね15万円が使えるようになっちゃうというねまあ昼夜転換が起きるわけですよまあこの暮らしをネットビジネスをやる全ての皆様に味わっていただきたいかなと思います今は返済にものすごく苦労していてもその返済がなくなったら返済した分全部使えるんですよとまさに夜から昼への転換これが起きるわけなんですよね そして利息を払い続けてる人生から利息を受け取り続ける人生に変わるということで時間的にも楽になっていくとそういう世界も広がってるんですよねそれじゃあねビジネスもしっかり株や投資もしっかり誰が何をやるかそれを決めるのはあなたですじゃあライブの方へ行ってきます